1969年8月の南砺駅での最後の定期運行時の 241P17 動態保存の 241P17-241P 機関車の模型 SNC 階 241P は1948年から1973年にかけて使用された SNCF の車輪配置4から8から2マウンテン型の急行旅客輸送用の蒸気機関車である。当時進められていた大規模な電化により、フランス国鉄最後の新生旅客用蒸気機関車となった。1944年、SNCF は戦後の旅客用機関車として700から800トンの車両を時速 120km で牽引して8パーミルの勾配を登攀できる機関車を必要としていた。時速 120km の速度を維持するため 2000mm の動輪が採用され、勾配用を上り下りするため動輪は4つとされた。UIC ゲージを問題なく通過するため、最小半径 140m の曲線を通過するよう設計されている。試作機である車輪配置4から8から2の4気筒複式機関車の 241C はシュナイダーによって、かつてのパリリヨン地中海鉄道向けに建造された。この機関車は新しい車種として使用されたが、自動吸炭機や強化された台枠や近代化されたボイラーを備える等、いくつかの鍵となる設計が盛り込まれていた。1948年から1952年にかけて35両ガルクルーゾのシュナイダー社により生産された。当初はパリとマルセイユ間で有名な急行、ミストラルを含む列車に充当されたが、数年後には電化が進み、置き換えられた。大半の車両は北部と東部の路線へ配置転換された。10年以上後にルマンの西部の路線長 411km ブレストの路線や路線長 410km のカンペールの路線で運行された。800トンにも達する16両編成までの列車を牽引した。241P が運用された線区は以下の通り。強力な機関車ではあったものの問題がなかったわけではなかった。軸重を減らすため台枠は軽量化されており、そのためにシリンダーの力を受け止められず、たわんだり、過負荷時に剛性が不足してしなることによって軸箱が過熱するような問題を生じた。同様に分岐器の通過時に、ボイラーの配管から漏れるために、構造の補強を必要とした。1965年の 241P1 から1973年の 241P16 まで順次引退した。最後の定期運行は1970年代初頭のルマンからナントへの路線だった。愛称は、プティ P という愛称だった 141P クラスに対してグローセス P だった。4両の 241P が保存されている。https://www.material.ch/vvt/materials/locS/24hp30.html かと https://www.material.ch/vvt/material/locS/24hp241html@abc241p マウンテンパシフィック joueftrains.com 2009年4月21日閲覧ザ・フレンチ・ナショナル・レールウェイ・ミュージアム・ミュールーズ martynbane.co.uk 2009年4月21日閲覧 SNC 階 S482 241P1 230 ピクチャーズchapelon.net 2009年4月21日閲覧 241P30VVT ビッパーバルデトラベールストリートスルピースヌーシャテルンワンバーグミューズアムズバン www.vvt.ch.2009 年4月26日閲覧ありがとうございます。